こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田裕美です。イルカの時間です。ちょっと会えませんでしたね。そうだった。まあこんな日もあるさと。そうだね。はい。うん。まあ思うんだけどさ、うん、いろいろとさ、なんかまあ問題があったりする。うん、ね、うん、体調が悪いとかさ、うん、仕事がうまくいかないとかさ、うん、ね、人間関係ちょっとね。トラブルとかさ、いろいろあるじゃん。すぐなったとかね。うん、まあ、そういう時ってさ、うん、どうしてもそのトラブルにこう意識が集中してしまうよ。そうだよね。だからどうしたら解決するんだろうって言ったら解決策を一生懸命人間は探すよね。そうだよね。で、うん、そのことでまたいっぱいになってしまうんだけどさ。うん、だけどね、そういう時にね、うん、全く関係、それとは関係のない人と会ったり、うん、ことをやってね。うん。うん、いろんなそういう違う話をする、全く違う話をする、全くそれと関係ないような話で盛り上がったりするとね、うん、なんか心の詰まりがね、うん、スーッとこう抜けていって、うん、ね、とそこでまたいいアイデアが出たりするのよ。うん、なんだろう、リセット効果があるのかな、なんなんだろう、うん、だからよくさ、うん、まあがんの人なんかさ、うんうんうん、もうそのがんを治すと、うん、いうことにね、うん、うん、これはもうね、当然っちゃ当然なんだけどさ、うん、どうやったら治るだろうとか、うん、ね、治療を一生懸命調べたり、うん、ね、いろんなことをやるんだけどさ、うん、よくこうね、うん、がん治療の先生なんか言うのはさ、うん、王ちゃんなんかもそうだったけどさ、うん、治ってどうするのっていう、うんうんうん、な、ちょっとこう視点をずらすというか先に持っていくという、うんうん、そういうことによってさ、うん、なんかこう気持ちが変わってさ、うん、ということがね、うんうん、あると思うんでね。そうだね、うん、だからさ、やっぱり基本的に人間っていうのはすごく真面目なんだと思う、うんうん、特にみんなやっぱり病気になるような人って、うん、本当に真面目すぎるぐらい真面目な人が多いと思うの、うんうん、だからどうしてもそこにとらわれちゃうの、うん、そうだよな、うん、だからなぜ自分は、例えばがんという病気だとしたら、なぜ自分はがんになってしまったんだろうとか、うん、どうしたらこのがんは治るんだろうとか、うん、自分ががんになってしまったその先に一体どんなふうになるんだろうみたいな、うん、もうぐる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 、うん、考えても仕方がないこと。そう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 、なんか聞いたこと言えばさ、例えば魚のさ、焦げたのを食べたらがんになるとか、発がん物質があるとかって聞いたら、ああ昔から魚が好きだった、あれが間違いだった、うん、みたいな、頭抱えるみたいなさ、そういうようなところってやっぱあるわけよ。そうだよな、うん、でも過去のことを語っても仕方がないわけよ。そうだな、うんうん、でも現に今もうなっちゃったわけだから、うん、だからそういうふうになかなか思えない。もうこれはやっぱり真面目なんだと思う、皆さん。そうそれにさ、不安っていうのはさ、うん、イメージ作れるもんだからな、うん、その、明日とか明後日とか、うん、将来をイメージするわけじゃ、人は、うん、な、でそれでさ、なんか良くない未来をイメージするから不安になるわけでしょ、うんうん、だからそのイメージって別にそれは自分勝手なもんであってさ、うん、そうなるとは限ってないわけよ、うんうん、だから世の中はそういう流れかもしれないし、あるいは新聞で見たらそういうことがあったかもしれないけど、うん、でも自分はそうなるとは限ってない、うん、でもそこで何か自分とこう照らし合わせてさ、うん、だからそれをこうイメージを作ってしまう、それによって不安になって、うんね、不安になればまたどんどんエネルギー下がっていくからさ、まあね、うん、うん、まあ、そのぐる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 、うん、うん、そういえばね、私も昨日の夜さ、うんと、なんかね、テレビで、うん、今夜映画やってんだよね、うん、昼間じゃなくって、うんうん、やってて、たまたまその台を調べた時に、あれですね、よくあらすじのネタバレですみたいなのがあって、うん、そこをネタバレはしないようにちょっと見てたら、うん、なんかもうとにかく面白い映画、うん、って書いてあったから、うん、ちょっと見てみようかなと思って見たらさ、うん、本当面白かったのよ。ああ、そう。絶対もうありえないようなあれで、なんか漫画なのか、うん、実写なのか、なんか半分半分みたいな、うん、もう壮絶な素晴らしい映画だったんだけど、なんとなくそれ分かった。なんかやっぱ囚われないで、うん、違うことポーンってやったらさ、なんか苦しみから解放されるみたいなさ、うん、で昨日さ、キエとトモコと一緒にシェアキッチンに行ったわけ、うん、見に行ったわけ、うん、でいい感じでさ、あ、じゃあここ契約させてもらおうかなとかって思ったわけ。それは他に見たところの人が、うん、わざわざさ、まあライバルっていうかね、自分とこで契約してくれた方がいいと思うんだけどもさ、うん、教えてくれたんだよ、うん、でそこも見て本当にいいと思ったところで、そこで自分を選んでくれたら嬉しいっていう、うん、まあ、本当に素晴らしい人でいろんなことを教えてくれて、うん、で見に行ったら、まあ、正直、まあ、昨日行ったところが近いんだよね、うん、
彼女たちが使うにしては、うん、車が、うん、まあ、便利だとかそういうのを含めた時に、うん、まあ、どっちに軍配上がるって言ったらこっちの方に軍配が上がるかなっていう感じで、うん、じゃあもうすぐ手続きしちゃおうみたいな、うん、なったと思ったらさ、その手続きがさ、単純にお金払って契約したらさ、うん、それで OK かなと思ったらさ、うん、面接があるっていうわけよ、まず、うん、当然だよね、うん、なんだろう、すごい私もさ反省させられたんだけど、お金払って借りますっていう、うん、それじゃないわけよ。シェアキッチンをやろうなんて言った人は、うん、ね、人とシェアをすることで、うん、で何かが生み出されるであったりとかさ、うん、こう1たす1が3にも4にも5にもさ、うん、なるようなものをイメージしてシェアキッチン作ってる、うんうん、ってことはやっぱり協調性がなければいけないとか、うん、まあそうだよな、うん、なんか自分だけやってはいおしまいそれでいいよっていうんじゃ、うん、そういう意識の人では困るっていう、うん、ハッとされて、ああそうなんだって、うん、だからこの前行ったシェアキッチンのね時の担当女性だった、好きな女性だったんだけども、うん、私たちに向かってそういうことを教えてくれたっていうのは、うん、この人がもっと良くなるためにどうしたらいいんだろうかみたいな、うん、そういう観点でこの事業をやってるわけよ、うん、なるほどな。だから普通例えばアパートを建てました、うん、で当然のことながらいっぱい人が埋まればさ、うん、それだけ収益になるわけだから、うん、でもそうじゃなくてそのアパートというものの場を大事にして、うん、その場にちゃんと合うかとか、その例えばギエとトモコが入ることにその場がこういかに活性するかとか、うん、そうだよな、うん、私ね素晴らしい仕事をしてるんだなと思ったの、うん、皆さん若い人なんだよ。そう、若い人たちはさ、そういう面ではね、うん、やっぱりこうイメージ力があるからさ、うん、な、うん、でそのイメージしたものを実現していくっていうね、うん、そういう人も出てきてるよいっぱいな、うんうん、だからね、なんか私すごい、ああなんか私はやっぱり昭和の古い人なんだなと思って思ったのよ、うんうん、やっぱりこう新しい感性が必要なんだなと思って、うんうん、である意味例えばキエとトモコがこういう新しい業態のさ、うん、仕事をするって言わなければさ、うん、私もこういう人たちに触れることなかったわけ、うん、そうだよね、シェアキッチンのオーナーとかさ、うんうん、街づくりのいろんなイベントとかも行ったりしてるじゃん、うんうん、いやーなんか老いては子に従えって言われるけどさ、うん、やっぱり子供と一緒にこう動くことによってさ、やっぱりなんだかんだ言って私も頭が凝り固まってるっていうかさ、うん、固かったんだろうな。でもそれは両方だと思うよ別に、うん、なあ別に、うん、だから若者がいいってわけじゃない、うん、ないしな、うん、いろんな経験の中で、うん、年配者年配者のな、うんうん、いいところがあるね。そうそうそう、昭和の女には昭和の女の活用の仕方がありの、うん、ただね、まあね、年を取ると結構な、なんていうの、この流れが読めるとかあるからな、うん、いい流れがスーッとあるものをさ、うん、なんか余計なことで、うん、その流れを止めてしまうみたいなね、そういうことをやってしまう人も多いよな、うん、うん、それはやっぱり見えない世界との関わりじゃん、うん、割とさ、あなたと私がさ、ここまでね、しぶとく何十年も生きね、うん、フリーで生きてこられてるっていうのがさ、やっぱりその、まあ、風を読む力だったらちょっとなんか、そうだよな、なんかなんだろう、うん、なんか威張ってるみたいであれだけどもさ、それはなんとなく分かんじゃん、なあ、だからこれはいけるってあるじゃん、うん、ここはもう引くみたいなさ、ああああ、そう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 、うん、ああそれなんじゃない、うん、そうなんだよね。でもやっぱそれだけで頼ってちゃいけないんだと思うの、うん、それだけで頼っ、うん、プラスやっぱり現実的に、うん、こういうふうに仕事っていうのをうまくやっていくもんなみたいな、その経営感覚みたいなさ、うんうん、それも大事やな、その両方も、だから、うん、ね、すごい会社のさ、トップの人っていうのはこの世的なことばっかりかと思ったら案外占い師に頼ってみたりさ、うん、そうそう、だからさ、追い風を感じたらその追い風にうまく乗る方法を今度は具体的に考えてみたりさ、うん、そういうふうなことだと思うんだよね、両方もいただいていけないんだよ、うん、うん、つくづく思う、それはそうだな、うん、うんうん、まあだからね、そういうことでさ、うん、いろんなことがまああるからさ、うん、なあ、うん、そこでさてさてね、うん、どうそういう問題を解決 していくかってさ、うん、なあ、だからそうやってまああなたのシェアキッチンじゃないけどさ、うん、そういうこうちょっと今までにない世界を見てみるのもまたこれ一つのな、うん、問題解決のな、うん、糸口になるよな、新しいことをやったことによってさ、なんかポーンと、うん、蓋が開くかもしれない。そうだよな、うん、うん、だから何だって楽しいんだな、うん、な、楽しんだものが好きだよ、うん、そう、そういうことやな、よく海の苦しみっていうけどさ、海の苦しみもね、あ、もうすぐ生まれてくるんだからっていうそこにあるわけでしょ、うん、ね、海の苦しみも楽しむことができるかどうか、うん、そうだよな、なんかちょっと自分がね思った、うん、だからシェアキッチンだって、あ、ここにするって決めたからといって向こうがこっちを選ばないかもしれないってことに初めて私昨日気づいたわけよ。まあそういうことやな、面接があるんだってな、
そういうことだな、金出したものの勝ちっていうのは、うん、そういうのがあるからな、強いっていうのがな。そう、ああ私はそっかと思って、じゃもっと早くこれをやるべきだったみたいなね、うん、面接があって、こう何日か後かに締結してたのかな。そう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 、うん、なんか面接落ちたら次探さなきゃいけないわけだからさ。まあそういうことだよな。これが先だったじゃんって、まあ、そうだな。ちょっとカーンとさ、なあのドリフのさコントじゃないけど、隣が上からカーンと落ちてきた感じ。なあ、だけどまあ、うん、しゃあないな、それは。知らないんだから、うん、知らなかったんだから、あまあ鍛えられました。あまあだからこっからまた次に進むしかないよ。だって私次もあれだ、キッチンカーのコンサルできるよ。そうだね、これ落とし穴だよみたいな。あいいじゃん、新しい展開考えました、ね、いいことだよ。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。